でもジャイアンツに残留報道がほらネットでなんか流れたけど、はいはい、まだでしょ、これからでしょ、うん、そうですね、あの実際のところまだ何も分かんないですね、うん、ちょっと報道が先走ってるっていうか、でもジャイアンツに残んなくても、うん、いろんなところは欲しいって言うでしょ多分ね。そうですね、まあそういうふうなの、まあ、期待してますけど、うん、まあいい風にはなると思います。あみちゃん知ってますか、頭にボール当たったの。ここに当たったんですよ、ここに。大丈夫だったんですか。大丈夫です。なんで当たっちゃったんですか。いや、デッドボールですね。デッドボールです。大丈夫なんですか。もう大丈夫ですよ、もう大丈夫です。よかったです、何事もなく、はい、おかげさまで。もうね、あのテレビの前で言ったの、青木って立ち上がれって言ったよ。丈夫台と同じ扱い。てか、カウさんも当たってたじゃないですか。当たってた。アメリカでピッチャー返し。すごいの当たったの。そうなんですよ、カウさん結構大手術だったんですよ。あ、言ってましたね、それでサッカーできるか心配になったんですよね。そう。そうなんですか、野球じゃなくて。言ってました。病院の先生言ったの、病院の先生言ったのすぐ。サイリングできますかって。もう本当不純ですよね、カウさん。でもね、あの見てない人は青木デッドボールか石井頭当たったで調べてください。ぜひ調べてください、はい。